第68話日本紀行最大級の客船 MSC ベリシマ 68th Story Large Passenger Cruise Ship MSC ベリシマ Hello, I'm Alan Kay. Now we could hear one chimes harmony in Japan. Anyway, I went to Yokohama port to see MSC ベリシマ。It's a very large passenger cruise ship in the world. The length of ship is 315.3 meters. Beam is 43 meters. Height is 65 meters. Maximum speed is 22.7 knots. Come on again. See you.こんばんは、皆様、アデンケイでございます。お大師様で、アジサイの季節から移りゆく景色を見た。セミの鳴く声が今年も日本にやってきた。私が初めてセミの声を耳にしたのは令和5年7月2日日曜日であった。例年よりも早い気がする。今年もお大師様の境内では風鈴の音色が鳴り響いている。風鈴市は7月23日日曜日まで開催される模様だ。さて、そのような中、横浜の大黒ふ頭に日本に寄港するクルーズ船としては最大級の MSC ベリシマが7月20日木曜日午前6時半に寄港した。 MSC ベリシマは MSC クルーズが所有する。MSC クルーズは300年以上の歴史を持つ世界最大級のクルーズ会社だ。ベリッシマとはイタリア語で最も美しいを意味する。大桟橋は比較的中華街や洋館、横浜市街地へのアクセスに適している。しかし大桟橋の水深では大型の MSC ベリッシマは大桟橋には入ってこられない。MSC クルーズの公式紹介動画によると、デッキ数19階、2217の客室、乗客定員5686名である。まるで洋上のホテルのようであった。 MSC ベリッシマの入港する様子を大桟橋より撮影した。入港後のベリッシマを山下ふ頭および大黒ふ頭から撮影した。そして大黒ふ頭から出港するベリッシマを見守った。大型船ゆえに小回りが聞きづらいと思われるベリッシマの横にタグボートがつき、安全な入出港を補助していた。ベリッシマの造船を手掛けたチャンタールズ・デ・ラ・ランティークによると、ベリッシマのスペックは17万1598トンで、長さ 315.3 メートル、潜伏43メートル、高さ65メートルで、最高速度 22.7 ノットである。ベリッシマの場合、横浜港への外航船として入港した場合、1回でおよそ46万円の入港料がかかると思われる。また12時間までの係留の場合、およそ172万円の岸壁使用料がかかるだろう。さらには外国籍船の場合、乗客数1人に対して700円がかかるので、定員数まで乗船していればおよそ398万円の旅客受け入れ設備関連使用料がかかると思われる。大型客船になると他の費用も含め、1回の入出港で数百万円以上はかかると推察される。ただし港湾使用料の客船ごとの詳細やインセンティブ面の利用に関しては情報開示されていない様子なので、実際のところはわからない。同日7月20日19時に台湾へ向けて出港していった。いつか大型客船に乗ってみたいものだ。さようなら、また会う日まで。